はい、こんにちは。今回も辛いもの挑戦します。こちらですね、宮崎カラカラ麺、なんか売ってたんですけど、まあ、辛そうなやつですね。ここに辛さのレベル書いてあって、まあ、一番上のやつなんですけど、果たして辛いんでしょうか。まあ、作り方としてはね、お湯沸かして2分半煮込んで、麺がほぐれたら、スープとかやく入れ、サイドで生卵を入れて、卵がふわっとなるまで10秒くらいかき混ぜて、で器に移してお召し上がりくださいと。果たして辛いんでしょうか。で、できましたのがこちらでございます。はい、うん、匂いはね、なかなか刺激がありますね。でも卵入れちゃってるんで、辛さがちょっと落ちてると思うんすよ。では、いただいてみたいと思います。とろみがあっていいですね。寒い時最高ですわ。うん、あ、うん、卵入れても結構辛いですね。ただ、あ、もうおこたん麺ぐらいかな。あのペヤングの激辛とかそういうものにはちょっと及ばないですけどね。でも味はいいですよ。卵を入れてこの辛さなんで、入れなければかなり辛いんじゃないかな。いや、そうでもないか。まあ、卵入れて蒙古タンメンと同じぐらいってとこですかね。うん、さらに美味しく、麺と一緒にひき肉を入れるともっとうまく召し上がれるらしいですが、まあ入れたらうまいでしょうね、これね。スープに宮崎地鶏パウダーしようと。辛すぎてもうまい。辛さ超辛ってありますけど、まあ超辛っていうほどではってどこですか。ぬから麺、辛麺、辛辛麺と。まあ、これより上はちょっとないみたいなんですけどね。まあ今のとこやっぱあれだな、18金カレーが一番辛かったっすかね。18金カレーは牛乳3杯飲んで、あ、一応全部何も飲まずに食ったんですけど、その後牛乳3杯飲んで、カップアイス1つ食べて、プリン食べて、でチョコレートをずっと舐めてて、やっと落ち着いた感じですね。これは飲み物はいらないですね。
むしろスープが飲み物でしょうがぐらいな。お湯500ってあったんで500で作ったんですけど、ちょっとしょっぱいかな。若干少なめにしてもいいかもしれないですね。ん？違った。若干多めにしてもいいかも。汗は程よく出ます。はい、ごちそうさまでした。まあ、そんなに辛くはなかったですけど、味はなかなかいいので、もっといろんな具材入れて楽しみたいですね。まあ、1袋160円くらいなんでね、まあ、600円とか1000円する激辛のカレーたちよりは全然いい値段だと思います。辛いラーメンの入門編ぐらいに思ってもらっていいかもしれないですね。ぜひ辛いのチャレンジしてみたい方は試してみてください。今回の動画はこれで終わります。